い、4月1日になりました。朝6時42分の相場解説です。いかがでしたか？昨日、一昨日、その前と爆撃続きだったんじゃないですか。とりあえずバイでエントリーすれば損がないわけですから、こんな楽な相場はないですね。もう綺麗な上昇トレンド、右肩上がりが続いております。それではその辺もね、込みでちょっとお話してみたいと思いますね。画面どうぞ。こちらの方がデイリーになってますけども、迷いない、これ右肩上がりですね。一応線引きましょうか。バイデンさんが当選して就任して、ズバッズバッズバッと N の字を書きながらどん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 駆け上っていきます。ちなみにここまでで第3波強くなってますね。はい、でこうぐーっと伸びた後、ちょっとここでね横ばいっぽくなりましたけども、結局はレジサポラインを超えて、超えたと思ったらもうね止まらないですよ。ぐーんと伸びて今に至ると、111円になると、111円を目指すと言って、もう111円ギリギリだったですね。ギリギリいかなかったのかな。うん、すごいですね。で4時間の方見てみますよ。4時間はですから、ここね、ここが横ばいになったよっていうふうにしばらく足踏みしたところです。そして下の方にぐーっと向かったのかなと思ったら、勢いをつけるようにここをブレイクして上昇して、レジサプライン転換してさらに上昇して今横ばいに至るってことですかね。で最後の一コマ1時間なんですけども、まあご覧のように右肩上がり一辺倒ですよ。もう言うことないですね。ズバッと来てますね。どうですかね、これで利益取れなかった方いるんでしょうか。ということで引き続きバイの方を目指していくわけなんですけども、ちょっとここでね横ばいに入って収束の場面が来ると思いますので、こっからはちょっとクールダウンした方がいいと思います。特にねずっと取れ続けた後って精神的に浮ついてきますんで、負けが込んできてもねネガティブになりますけどね、ここで慎重になることなんですよ。もちろんこっから上昇すると思いますよ。でも一度ね収束して一旦もう一回押し目を作るんじゃないかな、もうちょっと下がるんじゃないかなっていうふうな慎重さを取り戻す意味で、ちょっと広くね相場の方を構えていった方がいいと思います。ここがポイントなんですよ。カチカチカチ、あえて休むというね。そして相場を全体感を見て改めて仕切り直して、勝って兜の尾を締めてもう一回エントリーに向かうという形でございますね。だから今日はねあえて一日休んだ方がいいと思いますね。それではいってらっしゃい。